たちを放射能から守る福島ネットワークの代表の中手です。福島で第一原発の事故があって間もなく3ヶ月になろうとしています。国や政府によって騙され隠されてきた事実が少しずつ明らかになってきました。私たち福島に住んでいる人たちもようやくこの福島が住んでいていい場所なのか、子どもたちをこのまま住ませていい場所なのか真剣に悩み始めています。私たちは福島の親たち、子どもたちに避難を呼びかけています。国も地方の政府もまだ避難をさせるために努力していません。私たちは今日本全国の地方政府やそして海外の方々の力が必要です。ぜひ日本にメッセージを届けてください。子どもたちを、福島の子どもたちをぜひ守るために力を貸してください。福島は日差しが当たるところはとても暑いです。足踏みます。そんな中で子どもたちは半袖半ズボンになれず、長袖長ズボンを履いてマスクをして暑い教室の中で勉強しています。今福島の子どもたちは日病気になるかもしれない恐怖と向き合いながら、隣に病気っていうお友達を作りながら暮らしています。この状況はとても悲しくてとても許しがたい状況です。どうか皆さんの声を世界に伝えてください。私たちの声を世界に発信してください。この状況が一日でも早く変わらないければ、10年後、20年後、どんなことが起こるか本当に予想がつきません。最悪の状況を考えて動かなければ、子どもたちの未来も、その次の世代の未来も望めません。私たち大人が立ち上がって、次世代、次々世代の子どもたち、生活を守っていかなければ、とんでもない世の中になってしまうじゃないかという恐怖でいっぱいです。世界にこの現状をどうか伝えてください。お願いします。Thank you.
今福島では、やっと、国による除染が始まりました。子どもたちをここに置いたまま除染が始まりました。チェルノブイリの事故の時に移住の対象になった5ミリシーベルト以上の、年間5ミリシーベルト以上の被曝をする土地に今何十万人という子どもたちがまだ住んでいます。チェルノブイリで移住の権利が与えられた1ミリシーベルト以上の土地に大人も含めてまだ150万人の人たちが閉じ込められたままになっています。私たちは小さな市民のネットワークですが、全力を挙げて避難を呼びかけ、一人でもたくさんの人々放射能から守って救っていくための活動、これからも全力でやっていきたいと思ってます。バイロンベイの皆さんたちにも、オーストラリアの皆さんたちにもぜひお力を借りたいです。よろしくお願いします。